この実況はたまにとてもうるさくなります。嘘の数今のところ1個くらいしか分かんない。あ、ここも入れる。はい、入れるの。何これ、影か、なんかの影か。通っていくしかない。え、大丈夫。あ、大丈夫、大丈夫か、大丈夫か。ああ大丈夫じゃなかった。え、でもなんかいけそうな雰囲気はさ。え、何、めなんか始まった。なんだ、あれ、これ黒の服じゃない。あれ、ここどこ。まさか黒、お前助けてくれたのか。あのクレバー、あ、やっぱ黒の服だ。もうめめ起きたか、大丈夫そうか。うん、ねえクレバー、私なんで。俺の方が聞いて、あの廊下歩いてたら急にお前が倒れたんじゃねえか。な、気絶するほど怖かったか。怖くて倒れたんじゃなくて、あの廊下歩いてた時なんか眠くなって、眠くなった、それで精神力が減っていったってことか。え、でもここ夢の世界なんだよね。夢の世界で寝るってどういうこと。うん、多分そういうことだと思うよ。じゃあお前死にかけたってことか。あっぷね。めめ、お前なんで言ってくれなかったんだよ。教えてくれたら俺の目に遭わずに済んだの。お前迷惑かけるかなって思って。そっか、お前の気持ちはわからんでもないけど、こんな精神がわかってるようなところで変な気使わないよ、俺なんかにさ。うん、ごめんね、迷惑かけて。そういうことじゃねえんだよな。迷惑とかじゃなくて、お前にはひどい目にあってほしくない。クレバー、お前本当に優しいじゃん。え、何お前。また、なんかあったら、絶対俺に話してくれ。どんなことでいいから。な、話聞くよ男じゃん。相談乗るよ男じゃん。多分こいつ、生きてた時、これ以上はやめておこう。うん、ありがとうクレバー。でも、なんでそこまで私のことを気にかけてくれるの。こいつもロリコンかもよ。は？まあ、なんでもいいだろうが。ほら、行くぞ、めめ。クレバー、照れてんな。はーい。なんだこいつら、めっちゃ仲いいじゃん。ん？あ、眠気が回復したになってる。あれ？元からそうだっけ？覚えてねえや。え、これでいけるようになったのかな？いやね、いけるようになったってことだよね。めめはこの廊下で倒れたんだよな。うん、目に見えない魔物がいたってことなのかな。かもな、よし、俺が向こうまで行ってみるよ。一人で大丈夫？それ俺のセリフじゃね？お前こそ一人で待てんのか？さすがに待ってるよ。ほんとか、自分の体調管理もできないチビスケが。あ、そうだ。ねえ、これ持っといてくれよ。熱い音しても嫌だし。クレバーのノート。大学の問題も解いててくれや。じゃ、行ってくる。うん、気をつけてね。なんかクレバー、なんかほんとに人が変わったように優しいんだけど。これクレバーのノート。あ、モールス信号。なんかカンニングって書いてある。カンニングって、モールス信号って強くね？どういうこと？え？まさか、よく BGM 聞いたらモールス信号があるよってことじゃないよね。俺もさすがにモールス信号はわかんないよ。え？え？あ、これとなんか関係があるのか？モールス、いや。だとしたらむずすぎるって。だとしたらむずすぎるよ。あ、なんかあった！なんかあったよ。え？なんかあったよ。なんかあったよ。なんも言えない。え、なにこれ？え？これどういうこと？これがモールス信号ってこと？わかんねえよ。マジでわかんねえやつだ、これは。ちょっと本当にわかんないやつだ。え？これどうやって戻んの？戻れたわ。え？わからんって。え？めめめも。クレバーは人妻好き。めめ、よくないよ。めめ、あんま、よくないよ。ちょっと、このゲームいきなりぶっ飛び始めたな。え、なんだ、なんか、ちょ、反応できなかった。無言でやってたから反応できない。なんだ、灰の中にあった破れた紙と、何を合わせたの？謎の紙を手にね。何を合わせたの？え？ん？やばい、わかんないことが一気に起こりすぎても、全部、わかんない！で、これ来たらさ、なんか化け物持ってきたらすぐ逃げよう。
逃げろ逃げろ逃げろ、よし、すぐダッシュ。わかった、すぐダッシュだよ、メメ。すぐダッシュだからね。最速でやったらさ、よし、よしよし。多分あそこの画面開いてた時に、ぐるぐる頭変態野郎がさ、追ってきてたみたいだね。で、さっきの紙なんだ？一旦セーブしよう、セーブして、さっきの紙を見よう。これが。雲は綿飴でできている。砂糖は甘い。お醤油が、お正月の二日後の一日前は大晦日。お正月の二日後の一日前は大晦日。そうか。嘘をつくのは悪いことだ。あ、こん中から嘘探せってこと？多分嘘二つだよね。二つかな。多分二つだよね。二つだよね。あ、違う。あれ？髪なくなっちゃった髪なくなっちゃったあれどうしようめめ、もしかして食べた？あの髪もしかして食った？え、あの髪なくなっちゃったんだけどどうしよう。どうしよう。もう一回くれないから。当たっちゃった当たっちゃったいや、謎解きゲームの楽しさを全部ぶっ潰しにいってるような気がするダメだよね、こういう解き方しちゃ。何これ、網だくじかな。あ、クマさん、おはよう。ゲームの序盤でお前の友達に会ったよ。これ何、ボタン押したらどうなる。何が起きてる。いた。え、あ、網だくじボタン踏んで完成させろってことね。で、こう言ってこう言ってこう行くでしょ。こう言ったらここ踏んだらどこに線できる。あ、これじゃね、これじゃね、これでしょ。よーし、外で何かが動いた。え、外なんか動くものあった。なんか道ができてる。ちょっと回復しよう、回復。よし、セーブ押したから行ってみるか。黒、なんでお前こんなとこにいんだ。クレバー、よかった、無事だったんだ。おめえ、そっちも何事もなかったんだ。一人で心細くなかったか。優しいなんだこの男、優しいな。多分大学の頃ダメだよね、本当にこういうこと言っちゃ。大丈夫だよ。魔物だって言ったよ。ちゃんと逃げれたし。そっか、やっぱ魔物いたんだな。つまり、クロバーはそっちで何があったの？なかなか帰ってこなかったけど。まあ、いろいろあったのよ。いろいろ。なんかこいつ怪しいぞ。なんだ？さて、じゃあ、まさか、あいつ偽物か？今日は友達ができた。友達が欲しいから嬉しいな。あ！え、もしかしてあそこの男の子これからいっぱいです。え、どういうこと。え、望遠鏡なんか見えんのか。もう、あ、もしかしたらあっち側の目が見れるかも。無事か、めめ。レッドブック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 だよな。俺英語読めないから適当ベレだ。あ、これさっきのあそこにあって変な矢印書いてあった。もしか。こっからだとちゃんと見えるってことね。なんか見えたな。いや、字汚すぎてよくわかんなかったけど。レッドブックだったか？これ、メメが必要としてる情報だったりしねえかな。え、なんかあった？赤い本なんか。何これ、ここは？いらっしゃい、ここは、ん？弁解屋？公開屋？あ、こう、え？あ、うぎゃー、誰かいたのかよ。いたなら、いたってよ、ビビらせがあって、クソが。いらっしゃい、ここは。ちょっと待って、これなんて読むの？これ俺バカだから、ちょっと読み方わかんないから、ググるわ。あ、国会か。国会部屋だよ。国会部屋ってなんだろう。え、なんだ、国会？それって教会とかの罪償うとか。あ、そうなんだ。
そうだよ。悪いけど若いわかんない。俺は忙しいんだよ。じゃあな。僕は君が本当にメメを守ってくれるのか知りたいんだ。こいつメメをなんか知ってるのか。君は罪を犯したことがあるだろう。その上で君がメメのことを守りたいって言うんだったら話してほしいんだよ全部。お前は誰なんだ。まあもういいや。俺は、お？俺は人を殺した。殺した。子供の頃学校でいじめがあったんだ。机に落書きされたり、授業中に姿が見つからなかったり、大人たちは子供のすることだから面倒だからって目を背けてた悪い大人。大人ってほんと汚ねえわ。当時の俺も一緒だった。関わらない方が楽だから面倒は嫌だからって見て見ぬふりをしたんだ。そしてやりすぎじゃないかって思った頃時はもう遅かったんだ。いじめられてた子が死んだんだ。あー、なんで死んだかは聞かされなかったけど、どう考えても自殺だろう。もしあの時誰かが、俺が止めてたら何か変わってたかもな。クレバ、それはお前のせいじゃないんじゃないのかなって思うけど、どうなんだろう。おかしいよな、この世ってやつは。なんで楽しい人が傷ついて、間違った人が楽できるようにできてるんだろうな。俺は正しい人にこそ笑っていてほしいのよ。クレバいいやつだな。ありがとう、話を聞かせてくれて。俺と言っちゃなんだけど、これを受け取ってよ。君なら使い方がわからずだよ。懐中電灯、おう、ありがとう。メメは守りたいって言ってたけど、お前は誰なんだよ。さあね、ただ彼女を一番で見てるのはとだけ言っておくよ。なんだ、黒。あんま良くないぞ。